なんでやねん。999。なんでやねん。1000。この修行がなんでやねん。この力は。この時ロベルは気づいた。右腕が人事の断りを超えていたことに。もう突っ込みはせん。なぜだ。そうならんようにや。衝撃に備えろ。ごめん。それが強者ゆえの孤独だ。遅れ。でもこんな腕じゃ愛する人を抱きしめることも。ロベちゃん、突っ込みの練習でそうなったんだよね。あー、せやな。突っ込みやめたら元に戻るんじゃない。それだ。ほんまか。これから貴様らにはボケてもらう。言われてやるもんじゃ。口答えするな。ロベルの今後を思えばボケの一つや二つ簡単に出せるはずだ。なんであいつやる気なん。修行させた手前責任感じてるのかも。そこ、地獄は慎め。この空気でボケるの地獄すぎる。はい、満員電車で誕生日を祝われる人やります。ガタンゴトン、ガタンゴトン。僕っていうか今誕生日ケーキ。ちょっと危ないんで火はそちらの息で消してもらってもいいですか。無理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 、満員だもん、届かないよ。あー、いやでもそこまでして祝いたいってこともあるか。あ、まあまあまあ、ありがたいありがたいですよ。気持ちは嬉しい。駅着いたらやるんで。やりますよ、全然やります。僕じゃない。あ、隣の。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン、ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。お前ら笑え。殺してくれ。いいぞ、我慢できてる。はあ、はあ、どう、効果感じる。わからん、ただストレスはすっごく感じる。次。だからこの空気じゃ滑るって。そして僕たちはすごくすごく長い時間を過ごした。残りは俺だけか。恥ずかしいセリフを言っちゃったロベル、やります。でもこんな腕じゃ愛する人を抱きしめることも。いや、全部お前のせい。大丈夫。あ、やべ。え、レイドちゃん、なんともないんか。あ、右腕、うん、平気。よっしゃー。きっと今のツッコミで力を出し尽くしたんだね。これで元通りや。ロベちゃん、やったな。